こんにちは、速稼塾の久保です。10代とか20代でね、スマートフォンとかインターネット当たり前に触れてる世代ってむちゃくちゃずるいなと思うんですよ。私の10代の頃ってのはそんななくって、コミュニケーションって言ったらね、せいぜい近所の人とか手紙とかね、そんな貧弱なものしかなくって、情報もテレビを信じるしかないというね、そんな世界でしたからね、もう選択肢があろうわけがありません。でも振り返ってみて、私が10代や20代の時にインターネットで自分で情報を取ることができたり、そこにね、自分の商品を売ることでビジネスが成り立ってるとしたら、もうちょっとね、早く今みたいな立場になってたんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも40過ぎて麻雀やってないと思うんですよね。いや、そういうふうなね、公平不公平っていうんだったら、私が最も不公平を感じてる人間だと思います。で、インターネットをまあやってみようかな、インターネットで稼いでみようかなと思ったら40過ぎてね、そっから、まあ、今49ですけども、10年も経たないうちに、まあ、この通りになるわけですよ。これも不公平だなと思いますよね。やった人だけが手にできる。なんとも不公平な話だと思いますよ。やろうがやる前がね、人間一人の命、差別なく区別なく尊重してもらいたいなと思うんですけども、そうはいかないですよね。どれがいいんですかね、結局。サボっても王者になれる、そんな世界がいいのか、サボったら、サボったなりの人生を受け取るしかない世の中がいいのか、どっちでしょうかね。まあ少なくとも麻雀店のね、赤字オーナーをしてる段階で、まともなサラリーマンよりはね、立場悪いと思うんですけども、情報もないしね、毎日ローンとか言ってポーンとか言ってね、進化のない日々を送っていたわけですよ。で、自分はいつかチャンスがあったら何かできるっていうわけのわかんない、いわゆる根拠のない自信ばっかり振りかざしていたわけですよね。もう立ちが悪いですよね。まあけどなんかね、蓋開けてみたら、やったらできる、やったらできたみたいな、そんな足跡が残したのは、きっと今悪い立場、不利な立場で苦しんでる方にも何らかの希望が与えられるんじゃないかなと思うんですよ。特に若くなくして何かことをなそうとしてる人ね。10代とか20代は時間があるんで、例えば10年の修行もできるんですよね。40過ぎたら10年の修行きついですよ、さすがに。本当にね、1年2年でなんとかならないものなら、もう諦めちゃう気持ちもわかると思うんですけどね。どうですかね。僕はあなたよりバカですっていうようなね、そんなストーリーで始まった吉谷さんの物語も、ここに来て、若い割にはなかなか根性あるじゃないですか。まだ40にもなってないのに、いいっすね、吉谷さんもね。吉谷さん、圧倒的有利な立場からスタートですよ。本当に、いってらっしゃい。